桜の季節が過ぎると田んぼには水が張られ、冬の間眠っていた田んぼの生き物たちも一斉に動き出します。田植えの済んだ水田に鏡のように映るのは、別名神富士と呼ばれる薬来山。その山頂からは大崎高度が一望できます。見渡す限りの水田地帯にまるで森のように浮かんで見えるのはイグネ。大崎高度にはこのイグネと呼ばれる屋敷林が数多く残されており、独特の景観を形成しています。イグネの意は家、グネは教会から来た言葉と考えられています。仙台藩では江戸時代初期から風雪や洪水から屋敷を守り、建築資材としても利用できるよう屋敷の周りに植栽を奨励したのが始まりとされます。イグネには杉、松、ケヤキなど屋敷を取り囲むように植えられた様々な樹木のほか、果樹、山菜などの食べられる植物や薬用や嗜好品として利用できる草木など、およそ200から300種類もの植物が生育しています。春ともなれば、これら様々な植物が一斉に芽吹き始めます。種類の異なる色とりどりの草花は生物多様性の象徴であり、イグネでは季節の移ろいとともにその変化が楽しめます。また水田に浮かぶ森として周辺の水田や水路網とつながることで、植物だけではなく多くの生き物たちの生息環境を提供する大切な役割も担っているのです。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物が共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。